こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、都市計画法の特例容積率適用地区について解説いたします。まあ、これについては、頭に入れるべき内容は、まあ、この部分かなと思いますが、まあ、どういった内容かというところをしっかり頭に入れていただくとイメージしやすいと思いますんで、まあ、その点解説いたします。まずキーワードとなってくるのが容積率の移転、容積率の売買、これがキーワードになってきます。ちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、これは東京駅周辺の、まあ、図、地図だと考えてください。東京駅があってロータリーがあって、まあ、ここの区画に建物がこう建っているという状況です。で、東京駅の駅舎っていうのは低い建物なんですよ。こちらの写真のように低い建物なんですね。ということは、ここの容積率っていうのは余ってくるんですよ。東京駅というような大きな駅っていうのは、駅ビルとかが建てることができるように容積率ってすごく大きいんですね。にもかかわらず低い建物を建てるっていうことは容積率が余りますよね。まあ、極端な事例なんですけども、まあ、100平米の土地があって容積率が 500% と考えれば、延べ面積500平米の建物を建てることができるにもかかわらず、まあ、低い建物を建てて延べ面積100平米の建物しか建てなかったというのであれば、400平米分余ってるわけじゃないですか。容積率 400% 分余りがあるわけですよね。なのでこの部分を隣接しない近くの土地、こっちに移転することができるよというのが特例容積率適用地区なんですね。もちろんこの容積率適用地区に定められたこの地区内でって話です。この地区の中であれば、ここの容積率が余っているのであれば、こっちに移転することができるよ、こっちに移転することができるよって話なんです。実際東京駅を作るのにすごく莫大なお金がかかるということで、そのお金を作るために容積率を近くの土地に売ったんですね。そうすることによって資金を作って東京駅の改修工事を行ったと言われております。これが特例容積率適用地区です。で、重要なポイントっていうのはここなんですね。試験に問われる部分で言うとここです。何かというと、この特例容積率どこで指定することができるかというところなんですけども、これどこで指定することができるかって覚えると、もうたくさん覚えないといけないので、逆に指定することができないところを覚えましょう。で、指定することができないのはこの3つです。低層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域、この3つです。で、低層住居専用地域については、まあ、第1種第2種ってあるんですけども、ここに書いてある通り低層の住居を専用として建てることができますよっていう地域ですよね。なんで、まあ、通常2階建ての建物が、まあ、バーッとあるような住宅街といったイメージです。で、田園住居地域っていうと、まあ、農地の近くにあるようなちょっとした建物があるような地域、まあ、ここも基本的には高い建物を建てるってことがありませんので、まあ、容積率移転してもらっても困るわけですよね。だからこの2つについては特例容積率適用地区は定めることができないということです。で、工業専用地域についても、基本的にはこれ工場なんですよ。湾岸エリアの工場だったりとか、あとは工業団地とか、まあ、そういったところなんですね。で、工場って高い建物ってあまり見なくないですか。工場で高い建物ってあんま建てないんですよ。低い建物で大きな建物なんですよね。なので、まあ、工業専用地域についてもあまり即さないよねと、容積率移転してもあまり使い勝手良くないよねということで、この3つについては特例容積率適用地区を定めることができません。それ以外の用途地域であれば指定することができますよ。例えば中高層住居専用地域だったりとか、商業地域だったりとか、近隣商業地域とかですね、まあ、住居地域もそうですね、まあ、そういったところについては指定することができるよっていう話です。なので覚えるべき部分はこの3つなんですよ。この3つについては特例容積率適用地区定めることができませんので、この点を頭に入れていただいて、問題を解くのであればこれ以外の用途地域については指定することができるよと考えていただければ頭に入れやすいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。